どこに行くんですか？まだ試験は終わっていないんですから、勝手に離れないでください。やるべきことをやったまでですから。おや、目を離した隙に外に行ってしまったんですか？まだ試験は終わっていないんですから、勝手に離れないでください。どこに行くんですか？まだ試験は。もうやめろ。まさか癖になったのか。俺が代わりに最後までやるから、お前は見張っててくれ。よし、やっと終わった。お前のことは知ってるぞ、軽減将軍の客人。警察に来たんだろ。俺も同じだ。俺は長楽天を担当している運気軍だ。あの緑不要がこそこそと反逆の思想を広めているのを見て、ここに潜入しようと思ったんだが。まさか来るなり疑われるとは思わなかった。本当に薬王秘伝に加わりたいんだと信じてもらうためにかなり努力したんだ。こういう組織が勢力を伸ばそうとしている時は、大抵の場合法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。し、声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたらまずいことになる。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。